はい、ヒルビール放送局 M キャストのまこねーです。今日は4月25日のお昼過ぎに収録してます。なんだかんだ言って今日が火曜日だから日月とそのまますっ飛ばして休んでました。まあどうしたのって言われたらちょっと困っちゃうんですけども、なんとなくテンションが下がり気味だったっていうのがまあ本音。もうね、体重も停滞期っていうよりもちょっとまあリズムがあべこべで、まあね、いろんなことが嫌になっちゃって、まあ、とりあえず休憩。もういいよそれで、そういうことにしてください。そう、まあまあ言い訳を並べていけばいろいろあるし、別に誰かに命令されてやってるわけでもないし、まあね、今日明日辞めたところで、まあ、何も問題ないんだけど、そう。でもなんか私にとって好きなことを喋れるところがなくなるのはちょっと寂しいなと思って、まあとりあえず、今日から、訳ありダイエットウォークも含めて、今日から再開してるんですが、今日のアウトプットに関しては、来週の月曜日から再開しようと思ってます。っていうのは、第2章に入るにあたって、いろんなことをね、ちょっと、まあね、アクセスログなんかも見ながら、ちょっと細かく修正しようと思ったんだけど、やっぱね、私ね、その数字を見てると、なんかどんどんテンションが下がっちゃうのよ。いやね、もっと良くしようと思って、まあ、数字を見るんだけど、数字を見るとテンション下がっていって、やっぱ私、結果にフォーカスすると、ダメだな、っていうことを、まあ、すごいなんか、はぁ、という感じで、納得してしまいました。そんなわけで、今日のアウトプットは来週の月曜日まで、まるまる1週間、お休みしようと思ってます。で、まあ、それ以外のは何とか続けてますが、まあまあ、月曜、火曜分、2日分は、まあ、収録はしたんだけど、さすがに内容がね、あまりにも、私もそうだし、まあ、聞く人もそうかもしれないけど、なんだろうな、私自身、自分が聞いて後で、ドヨーンとするようなのは流したくないのよね。そう。だからまあ2日間とも、訳ありもそうなんだけど、2日間ともドヨーンというすごい重たい空気の収録だったので、まあ結局なくしました。もう存在しません。削除しました。私の SSD を引っ張り引っ繰り返して再生しない限り無理ですね。まあそんなわけで、まあ、急に元気になったっちゃ元気になったんですけど、まあ、復調気味っていうのは昨日から復調気味でした。はい。っていうのは、朝、朝仕事行くときに、大体ね、ちょうど、歩き始めて、大体20分くらい経ったところで、朝日が、山の上に登ってくるんですよ。っていうのは、私が住んでる新潟県長岡市は盆地で、山に囲まれてます。で、東側じゃなくて西にあるね、日本海側の都市なので、太陽は、お天道様は山から登ります。なので、山から登る前にももうかなり明るくなってるんだけども、まあ、山から登った瞬間、ピカーンと、まあ本当明るい光が登ってくるって感じなんですよ。そう。まあそれでね、まあちょっと前から私は朝散歩、っていうものの重要さをちょっとね、研究してたんです。まあ、ポッドキャストの中でも喋ったかもしれないけど、朝、起きてから散歩する、朝起きてからね、1時間以内に、15分から30分ぐらい、散歩するってことが、どれほど体にね、プラス効果があるってことを、あるかということを、ちょっと前からちょっと研究してて、うん。まあ、いろんないくつか本も読んだんですけど、まあ、大きなポイントは二つ。一つは、生活リズムの朝起きる生活リズムのね、時間のリセット。だから朝日を浴びた瞬間に、時間がリセットされて、そっから14時
時間だったか16時間後に、眠くなるのよ。44だから、16時間後だね。そう。朝日を浴びてから16時間後に眠くなるっていう風に体が大体できてるみたいなのね。うん。もう一つは、朝日を浴びることで、幸せホルモンと言われてるセロトニンがドバドバドバって出てきて、まあ元気になると。うん。まあそれを知ってたからっていうのもあって、まあね、昨日、おととい、日曜日の朝からもう、日曜日の朝ってか、先週の土曜日かな、土曜日くらいからもうすっごいなんか、もう投げやりで、もういいや、みたいな感じになってたの。まあ理由はね、まあいろんな理由あるけども、まあ生活リズムがバラバラで、16時間断食が、安定してできてないっていうのを、なんかものすごく気に病んじゃったりとか、もう一つは、なんかコメントをもらってたんだけど、そのコメントを、まあ、捉えようによっては、ものすごくなんか嫌味な感じのコメントで、嫌だな、やっぱコメント嫌だな、嫌だなって思ってるうちに、もうコメント嫌だったらもう YouTube もやらなきゃいいやんっていう風な感じになってきて、まあ、結局、コメントは今ね、完全にオミットしてる、オミットっていうか、シャットアウトしてる状態。だから、誰もコメントを書けない。うん、まあね、ある程度クローズした感じの、コメント機能にできれば、みたいな感じでさ、まあね、まあメンバーシップ、0円メンバーシップのコメント機能みたいなのが、まあできればいいんだけど、まあちょっとね、私のアカウントまだメンバーシップまで持っていくまで相当時間かかるから、まあとりあえず、今とりあえず私の心の安定のために今はコメントをオミットしようっていう感じでオミットしてます。はい。まあそんなわけで今日、今日も昨日もそうなんだけど、まあ朝日をね、全身に浴びながらもう大きく背伸びして、もうお天道様のね、エネルギーを全身に受けて、まあセロトニンバンバン出し、でまあちょっと気持ちを楽にしながら時間を過ごしてます。はい。なので、まあ、ここ一週間ぐらいは、まあね、なんとか、16時間断食のリズムを取り戻せる範囲で、まあ、暴飲暴食の嵐。そう。まあ、だからね、体重も落ちていないし、むしろ、セットポイントが多分、今、102キロか103キロの間のどっかだと思うんだけど、まあ何してもそこにすぐ戻るみたいな。上がっても下がってもそこに戻るみたいな感じで。まあね、まあ先週ちょっと筋トレババってやったせいもあるかもしれないけど、まあ体重は全然落ちてない。で、体脂肪率と体重を計算したのもむしろ上がってる感じ。そう。一番計算上低いときは、体脂肪の重さが29キロ、29.9 ぐらいまで行ってたんだけど、今、33キロぐらいあって、あれれみたいな感じなんだけど、まあ、今日はね、最後に食べたのが、だいたい13時くらいかな。で、今もトマトジュース飲んでたから、まあトマトジュースカロリーあるけね、トマトジュースはぶっちゃけ16時間断食の、食べていい時間内に入って、ってない、食べちゃいけない時間帯に飲んじゃいけないものなのよ。だから、まあ、今このトマトジュースをね、喋りながらちょっとゴクゴクっと飲むと思うんだけど、だいたい喋り終わると、まあ、3時過ぎだと思うの。となれば、明日の、5、6、7、7時。7時までは何も、カロリーがあるものは取っちゃいかんということになるわけ。まあ、まあそうやって、まあもう一回再調整というか、まあ再チャレンジをリセットしようとか、リスタートっていうのが、まあ今日なのね。と言っても、まあ思い直せばね、ちょっと頭を切り替えれば、まあ3年間の私の16時間断食の中の、まあまだ100日ぐらいだからね。うん。そう、思い通りにいかない。ってあっても、まあ、しょうがないかな。
思って、まあ今日もあの、気持ちを乗り、あの気持ち切り替えて帰ってきたんだけど、まあ今日ね、今ちょうどね、皆さんが YouTube でご覧お聞きの方は今見てるのが、まあ、私がね今日あの結局買ってしまった菓子パン。そうそう、あのね、私あんまよく知らなかったんだけどさ、山崎パンと富士パンってあるじゃない。うん、で山崎パンがどっちかというと関東中心なんだって。で富士パンがあのどっちかというとあの関西中心なんだって。うん、で山崎パンは東京に本社があるし、富士パンは大阪に本社があって、でもう一つさ、あのよくパン屋さんで見るのは、ピスコ。そう、ピスコはちょっと本社どこか調べなかったけど、山崎パン、富士パン、ピスコでパンの売り上げだけで考えると1位が山崎パン、2位がピスコで、3位が、富士パンなんだってさ。でもね、あの私がよく行くスーパーの、今日は何曜日、今日火曜日か、収録は火曜日なんで、まあ、火曜日の特売の時はよくねピスコと富士パンが、全部一律79円で売ってるかな。うん、まあ消費税その後かかるんだけど、まあそうするとね、なんかね、やっぱり見たことないのとか新商品とか見ると手に取っちゃうんだよね。まあ今日はなんかもう勢いよく4つ買って、まあ本当は帰ってきてからあのご飯食べた後に食べようと思ってたんだけど、まあなんかあのお茶も飲みたくなって、まああのフードコートで、このねメンチカツとあのクリームたっぷりのあの名もホイップクリームだらけのコペパンを食べて、やっぱあんまみたいな感じで、さらにさもう2個4つ買ったうちのもう2個カバンの中入ってたんだけど、やっぱ食べちゃおうみたいな感じで全部で4個食べて帰ってきたわけよ。でもう4個食べてもうお腹いっぱいみたいな感じだったけど、まあ帰ってきた時に、帰ってきた後にさ、結局よもぎと最近ハマってるもう一つの草があるんだけど、そう、それをやっぱ天ぷらで食べたいなと思って、まあ天ぷらして、まあ結局どうだろう、 100cc ぐらいの油を体に蓄えて、そう、さらにその後ね、あの杉本さんからもらったさ野菜があったから、あのナッパなんだけど、まあ長持ちしないナッパだから、まあ食べなきゃと思って、まあ食べて、それを食べて、さらに、12時過ぎてから、お昼の12時過ぎてから、コンビニ行って、いつものさ、ドーナツ買ってきて食べちゃったみたいな。食べ終わって1時と。で、喉乾いて、またトマトジュースの水割りのやつを飲んでるで、今になると。もう食べ過ぎよ。これはね、ほんと明日は、お仕事終わって帰ってくるまで、何も食べちゃいかん世界ね。そう、まあ、それはもうあのきっちり守って、明日から16時間断食のリズムにもう一回、リスタートしようと思ってます。うん、まあ、そんなわけで、今日何話そうかなと思っていたんですが、今日はねダラダラと話そうかな、このまま。うん、でまああのね、まあ月曜日ではないな、あのこの収録は日曜日からやってるけども、日曜日の朝訳ありダイエットウォークで歩き始めた時に、まあね5分ぐらいでやめちゃったの、無理だと思って。っていうのはなぜかというと、あの先週末にあのこの YouTube チャンネルの、アナリティクスっていうんだけど、まあ、あのどれくらいアクセスがあって、何時にアクセスがあってとか、男性女性どちらが多いとか、まあ、そういう細かいのがすごくあの表示されるの。うん、まあ、もともとね私ウェブの仕事もしてたし、まあ、そういうデータ見るのは嫌いじゃないんだけど、でもね、それに振り回されちゃうのも嫌でさ、うん、なるべく見ないようにしてたんだけどね。もう所詮って言っちゃなんだけど、所詮100人そこそこのチャンネルでさ、あの一つのあの動画で、まあ24時間以内に20も30も視聴数があったとすれば、まあバンバン大みたいな感じなのよ、正直。
今現在ね。そう、まあ、その中で、どんぐりの背比べ状態のさ、そう、データを見て、そこで5、10増えたからって、まあ、データとしてどうなのというところがあってさ、まあ、あんまり現実問題の数字に全然フォーカスしなかったんだけど、まあ今日のアウトプットを見る限り、今日のアウトプットは全8章のうち、第1クールだから、テキスト1の、2級検定の範囲のテキストの場合は、章が8章まであって、その章ごとにテンプレートを全部書いてたの。うん。それは、テンプレートごとにアクセス数が違うかなとか、そういうのを見たかったから。うん。で、まあ、そうすると、やっぱり、見やすいテンプレート、見づらいテンプレートなんか、第一印象のイメージがいいテンプレート、悪いテンプレートで、やっぱ違うわけ。うん。まあ、そんなのを見ながらとか、してるうちに、じゃあ、私のこのポッドキャストは、ショートムービーと、ショートムービーと動画で両方やってるけど、実はね、ショートムービーは、10代から30代が圧倒的。で、動画は40代以上が圧倒的。そうなの、データ上ね。ってことは、40代以上の方々に向けて発信した方がもちろんいいわけよ。時間帯もそうだしね。で、ショートメビは30代以下の人に向けて発信した方がいいわけよ。そう。まあ今ね、便利なもんでさ、チャット AI にね、こまこまと聞くとさ、まあこういうのどうですかって提案してくれるわけよ。まあその中で、たまたま、まあ30代以上、違うな、40代以上で、すべての世代に共通してるキーワードは健康だったの。うん。で、まあ、いろんなキーワードあるんだけどさ、まあ、それはね、ちょっと、企業秘密ってわけじゃないけど、そう、まあ、それが健康だったの。で、その中で、じゃ健康についての話って言った中で、次に、ストレス発散っていうのを考えたわけね。うん。まあ、健康の中にはさ、40代はね、ウォーキングと健康とかがすごくテーマとしていいんじゃないかというのがね、10個ぐらいのテーマを出させたんだけど、まあトップにあったよね。うん。で、50代、60代は健康と散歩なのよ。散歩とウォーキングは違うっていう風な認識だったのね。うん。まあ言われてみれば、まあ散歩は、まあ綺麗な景色を見ながらストレス発散をして、自分のペースで歩くっていうのが散歩だし、そう。ウォーキングはもう一定のね、こんな感じ。ウォーキングは1分間に、100歩がベストなんだって。ってことは、タン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 、いや、ちょっと早いかな。そう。タン、1、2、3、4、5みたいなぐらいのスピードで歩くのが、ベストなんだって。うん。だから、まあ、エクソサイズの一環としてウォーキングをするか、ストレス発散としてウォーキングをするかっていうんだけども、まあ、ウォーキング自体もやっぱストレス発散であって、じゃあストレスについて今週はずっと話していこうっていうのを、日曜日の朝、最初に、アキャリア8ウォークで始めようとしたの。で、まあ、始めたんだけど、なんかね、急に嫌になっちゃったんだよ。そう。なんかね、結局それってさ、喋りたいことを喋ってるわけじゃなくて、視聴者の人がね、ポッドキャストを聞いてくれる人に合わせて、その人が聞きたがるような内容を喋ってるわけで、それはね、まあ、まあ、1日2日ぐらいだったらできるかもしれないけど、まあ、長い目で思っていくと、結局喋りたいことやってるわけじゃないから、まあ、私は無理だなっていうふうに喋りながら思ったのね。まあ、それで、いや、ちょっと無理だなと思って、その時もうやめちゃって、まあ、そっからまあ、2日間、まるまる、もう、すべての活動を停止してたって感じかな。と、まあ、マコイズムの方はもう結構ストックがあったから、まあ自動的に投稿されたし、
ショートムービーの方も、まあまあまあ、ストックってほどじゃないけどね、いくつかあったから、うん、まあ、それを普通に配信したっていう感じなんだけど、まあどっちにしてもね、なんて言うんだろう、まあやっぱり私わがままなんだわ結局わがままで自分の思ったことしかできないし、自分がやりたいと思ったことじゃないとエネルギーが出ないの、うん、だからまあデータとして分かってたからって、だからって、その40代、50代、60代以上の人たちに向けてだけっていうのはやっぱ無理で、もう本当私が喋りたいことを喋りたい。そう。結局、そうしなきゃ続かないっていうことを、まあ、この2日間、3日間で身をもって知ったし、まあ、お日様ね、お天道様に本当照らされて、今回は元気をもらったっていうのは正直なところかな。まあ今日もね、山ほど食べたし明日体重計乗るのは怖いと思うけど、まあ今日はね、夜筋トレの日なんで、まあ筋トレも精一杯筋トレして筋トレした後は、まあ筋トレしたから、まあ体重が増えてるのかなっていう、なんか自分の自己満足があるの、うん、だからまあ今日の夜はたっぷり筋トレして、また今日明日と、いい感じで発信していきたいなと思ってます、うん、まあ、そんなわけで今日はここで終わりにしたいと思うんですが、そう、まあ20分いいでしょうリハビリとしては、まあどっかでお話したかもしれないんですが、私がノリに乗ってる時はもう時間分からずにずっと喋ってるっていうタイプです。はい、まあ今日もそこそこ乗ってはいるんですけども、うん、なんかこっから話が広がるような感じもしないし、まあ、今日は復帰1日目っていうことで、そう、まあ、ちょっとこんな感じで数日休んでましたというお話をしたっていう感じで終わりにしたいと思います。そんなわけで、明日からまたどんな話をするかわかりませんが、頑張りたいと思いますので、皆さん、ダイエットウォークじゃなくて、M キャスト、まこねを忘れなくチェックしてください。マコネでした。バイバイ。